はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回はこちら、ベザスダソフトワークス、マシンゲームズ開発の、ウルフェンシュタインシリーズ最新作ウルフェンシュタインザ・オールドブラッドやっていきたいと思います。このゲームは、前作ウルフェンシュタインザ・ニューオーダーの、前日談、つまり、外伝、外伝となる、架空の1946年を舞台とした、最新作で、ニューオーダーとはまた関係のないストーリー、もしくはそのニューオーダーのよりさらに前のストーリーとなってて、プレイヤーは前作と同じ BJ ブラスコビッチが主人公で、ルディ・イェーガーの、狼の巣穴と、あとヘルガ・フォン・シャーブスの邪悪な秘密っていう、この2つの任務を遂行すると。で、ゲーム内には1946年型パンツァーハウンドやスーパーソルジャー、そしてゾンビ化したナチス兵などが登場すると。このゲームは国内では5月の28日にリリース予定なんですが、5月5日に発売した海外版ウルフェンシュタインザ・オールドブラッドには、これワールドワイド版だと思うので、すでに日本語字幕と吹き替えが入ってます。なので、一足先にプレイしちゃいたいなと思います。で、すでにセーブデータ一つあるんですが、まだ何もやってないです。オプションだけいじりました。いや、ウルフェンシュタインザ・ニューオーダーはだいたい去年のこの時期あたりに出たわけだけどもう早速荒々しいブラスコビッチがもうゲームを始める前に登場してるわけだけど、チャプターが全部で9つあるのかな、プロローグ含めて。久々にこのまたストーリー特化の おじさんがおじさんがドンパチやっていくウルフェンシュタイン、またバリバリやっていきたいと思います。じゃあニューゲームでほとんど UI だとか操作方法とかも前作と変わんないんですが、ここも難易度のこのプラスコビッチの顔も何も変わってない、このバブと血が血痕がついているプラスコビッチ、操作は前作と同じでキーボードマウス操作でやっていきます。じゃあ、ベリージーじゃなかった。間違った。ノーマルで、はい、やります。この戦争は伝染病だ。兵士たちの血を介して感染する。嵐の前の風を感じる。Hauptquartier des Führers, sprach der Oberkommandierende des Heeres am 15. März 1946. なんかドイツ語って他の言語と違ってやっぱかっこよく聞こえちゃうんだよな。異質な感じがすごくあるけど。あ、操作できる。肩頑丈だから大丈夫だ、エージェントワン。そうか。だがこの戦争は負けそうだな。それは初耳だ。本部が隠しているからな。デスケット親衛隊大将が秘密の施設で厄介な兵器を製造してるらしい。今回の目的のフォルダは奴の側近の一人ヘルガ・フォン・シャーブスが自分の拠点に保管しているウルフェンシュタイン城にだ。ウルフェンシュタイン城フォルダでデスケットの施設の場所が分かるはずだ。これが最後のチャンスだろう。失敗は正義の敗北を意味する。アメリカは決して屈しない。よし、検問所だ。忘れるな、お前はフランツ、フランクフルトの親衛隊指揮官だ。スパイとして敵の拠点に侵入するのかな。身分証。いや、Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Wiedersehen. 俺たちならうまくやれるさ。大丈夫だ。パーダーボルン橋。よく聞け。お前のドイツ語は正直言ってひどい。一切口を聞かず、できるだけ銃も使わないでくれ。ケスラーが用意した身分証はグローブボックスの中だ。偽装した身分証かな。よし、行くぞ。いいか、気を抜くなよ。何も喋らず、ただついてこい。いいな。オッケー。コマンダントフランツ、アウスフランクフルト、グーテンモルゲン、グーテンモルゲン。ラクソ。フランツっていう偽名を今使ってるんだね、ブラスコビッチ。
Der Jäger kommt gleich. Jawohl. Er macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? この古そうな古臭そうなこの雰囲気っていうのはやっぱ仁王だぶりだな。んこれはあマップか、マップが見れる。ウェスリーというこのエージェントについていく。身分証のご提示を。ウェスリー普通に通過。ああ、軍の犬がいる。身分証、はい。え、あ、でかい、でか男。Ja, ein Hotdog. So ein komischer Kerl. Die spinnen die Arme. Hotdog. Hey, Barretta. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Mega oi.Weiter. Ah, safe. Kreta, bei Fuß. Ah, safe. Barretta かと思った。軍の検問所、軍の検問所する。1946。ホットドッグだと？口をついて出たんだ。あれがルディ・エーガー、ヘルガの副官だ。城の地下監獄の囚人を犬の餌にしてるらしい。ルディ・エーガー、ルディ・エーガー、キャラクター情報解除。グッドモーニング、グッドモーニング、モーガン。あ、ドイツのナチスドイツの旗が掲げられてんね。じゃあやっぱ少なくともザ・ニューオーダー前の外伝ストーリーだもんね。ヘドが出る女だ。デスヘッドが直々に任命したんだ。ナチス親衛隊超常科学局の責任者にだ。タンガニーカでの任務で運悪くあの女に遭遇した話はしたことがあったが、あの時は感染症にかかっていた。人生最悪の日だったかもしれん。大量のウイスキーを飲んでも良くならなくてな。まあ、いったよ。ああ、まあいい。ウルフェンシュタイン城。ヘルガの拠点だ。あの女のオカルト研究センター。デスヘッドを始末しなければ、俺たちは戦争に負ける。ヘルガがその鍵となるはずだ。あの女の部屋に極秘文書のフォルダがあるはずだ。そいつにデスヘッドの秘密基地の場所が記されてる。入手できれば、そうだな。奴の活動拠点に総攻撃を仕掛けられる。奴を始末し、この戦争の形勢を変えられるだろう。そうすりゃ晴れてご機嫌だな。敵の幹部が持っているな、機密文書みたいのにデスヘッドの拠点が書かれているかもしれないから、それをスパイとして取りに行くってことかな。この世界ではデスヘッドが存在してるんだもんね。よし、降りろ。警報は止めておく。ヘルガの研究センターに向かえ。連絡は無線で行おう。回線は開いておく。オッケー。ほら、一応検問所通過してるからなんともないよね。ケーブルカーでウルフェンシュタイン城に入った。彼はまた先に行った。あ、先に行ったっていうか、また下に戻るのかな。あ、向かいに止まっただけか。オッケー。あ、敬礼。おはよう。こっちかな。リフト。あ、これか。
潜入中の BJ。 これポチッとな。あ、この無線ニューオーダーにもあったような無線だな。エレベーターに乗った。了解だ。警備兵を発見。あ、サプレッサーハンドガンだ。あ、ウェスリー。操作方法は変わってないんだね。で、こいつやりそうだな。UI もほとんど同じだからね。こいつやっちゃおう。テクダウン。おっ。アサルトライフル。46T。なんかまた違うアサルトライフルだ、前作と。ステルスでひとまず行こう。モアエこういうロッカーとかにアイテムもたくさんある。懐かしいな。弾振る。研究助手ウィンクラーのメモ。まあこのゲーム、定価が3000円ぐらいしかしないんだっけな。でもチャプターも9つもあって結構ボリュームはあると思うので、ムービーがザ・ニューオーダーからちょっと減ったってぐらいかな。そうは聞いたけど、骸骨がこんなとこに数えられてる。さあ、サプレッサーハンドガンで、とりあえず両手持ちはまだしなくていいかな。あー、まあ、んこれもん研究助手ラングのメモ。敵いるかな。あ、いる。あいつしかいね。頭を、はい。お、あ、セーフ。上の通路だ、BJ。撃つな。俺しかいない。上の通路？ん？あ、ウェスリーか。いろいろ落ちてる。なんでこんな骸骨が並んでんの？俺は上を見る。金庫を探せ。フォルダはその中だ。さあ、テヘルが。金庫？はどこに隠してる？金庫？金庫？金庫はどこじゃ？俺が金庫ならどこに隠れる？いや、金庫は自分でそんなこと考えるはずもないだ。あ、武器がある。お、二連式ショットガン。どこで待つ？金庫？ブラスコビッチ、くまなく探せ。フォルダを手に入れるまで帰れんぞ。どこだ？フォルダがない。そっちに無線があったはずだ。そいつでケスラーにフォルダがないと知らせるんだ。急げブラスコビッチ。俺は周囲を見張る。ケスラーに連絡しろ。ケスラーって誰だろう。とりあえずフォルダがなかった。無線ってどこだ。あ、これか。無線連絡。パスファインダーからランドシア。応答せよ。オーバー。ああ、こちらランドシアだ。オーバー。ランドシア、ルーシーのプレゼントが見つからない。オーバー。パスファインダー、ルーシーのプレゼントに関する新情報がある。急いでこちらに合流してくれ。詳しくはその時話す。オーバー。了解。パスファインダー。おい！で、あ、敵がいる。あ、じゃあもうここで AR 使っていいな。AR 使おう。さあ、ここからドンパチ戦だ。アーマーも体力もたくさんある。腰ダメの方が撃ちやすいかな。あ、グレネード。いててててて。リロード。いる。よし。さあ、コア表現もバリバリあるぞ。降りてきた。あ、グレネード。で、ショットガン使ってみよう。ほい。リロード。一旦こっち逃げる。こっち。お、降りてきた。お、強いこれ。ウェスリーまだか。
よし。オッケー。全員やった。まだチャンスはある。ケスラが何か知ってる。ああ、だが脱出できなければ意味はない。脱出ルートを見つけた。こっちだ。上がってこい。うん、どっち？気をつけろ。慎重にな。うん、あそこ。村の坂までケスラに会う。こいつはケスラか？だからまた前作のナチスのバーサン的位置かな。ああ、なんかもうそこら中に骸骨飾ってあるな。なんかありそう。ヘルガの手紙。この出口を使おう。そっち？ヘルガの日記シャープに。できないぞ、BJ。早くしろ。オッケー。はい。くそ。あれ？ちょっと。早々に捕まったぞ。で、ウェスリーも瞬殺じゃないや、一瞬で捕まってたぞ。ベザスのソフトワークス、あ、ここでプロローグか。ここまでがプロローグ。あ、牢屋っぽいところ。あ、さっきの家がって人だけ。受けられた。ウルフェンシュタイン、ゼオールドブラッド。パート1、ルディ・エーガーと狼の巣穴。そうだ、ルディ・エーガーだ。チャプター1、刑務所。刑務所というか、大穴に叩き落とされたけど。こっからチャプター1か。あんなとこから落とされた。ウェスリー、こっち。ああ、聞こえてるよ、ウェスリー。よかった。とにかく脱出するぞ。スノートニアに行ったことは？いや、ないな。人里離れた美しいところだ。緩やかな丘が見渡す限り広がっててな。大戦が始まる前、親父がハイキングに連れて行ってくれた。あの頃幸せだった。バスケットをパンとチーズでいっぱいにして、親父はビール、俺はジュースを持ってった。化石を見つけたこともあったな。同じ日に濡れた石で滑って足を骨折したけどな。だがあれが人生最良の日だった。もう一度あそこに行ってみたいもんだ。ん？いやどうも。あ、ウェスリーが連れてかれた。さっきからこっち光ってたけど、これ登れる？これ折れたりしないよね。折れますか？あ、これ鉄パイプだ。そうだ、トレーラーにもあったけど、鉄パイプで敵を倒したりしてたな。新しい武器、パイプ。あ、一本にスロットもできる。これパイプがこれから万能武器になるかもしれないな。あ、これ登れる？マウスで順に押して登る。ああ、あったあった。長押しかな？こうして、で、こうして、で、こっち出して、なるほど。よし。ああ、なんかいる。なんか強そうなのいる。よし、登る。スーパーソルジャー。電源を切れば停止できそうだ。電源を切る。長押し？これか？あれ？なんかこっち見てる。こっちすげえ見てる。あれ？こっちすげえ見てるけど。あれ？山内。テイクダウン。あれ？倒した？あ、倒しちゃった。これはなんか、前作の、なんか最初の方にもこんなやつ出てこなかったっけな。ザ・ニューオーダーのところで。
ミニガンゲットしちゃったな。こいつは人造兵か何かかな。こっち、これかな、長押し。お、止まった。あ、これ落とさないとダメか。え、パイプでこじ開ける。あ、またいる。じゃあこいつもこうして、あ、奥にもいるな、なんか。 OK、 今のうちテイクダウン。倒した。あ、こっち行けるな。待って、いるよね。あ、いるいる。もう一回あいつがこっち来て、向こうに行ってるところ、隙に電源を。あれ、誰かいるよ。誰かいるけど、これ降りちゃったらダメだもんな。よし、これテイクした。よし、テイクダウン。よし、オッケー。ミニガン持っててもそこ通れないからな。ここにも誰かいる？あ、誰かいるな。誰かいるけど、どうしようもないな。今パイプしかないもんな。で、ここも開ける。よし、オープン。あ、犬がいる。体力。あ、でこれマップだ。刑務所の独房連の地図。あ、結構一本道だな。ただそこに犬がいるんだけど、これ静かに行ったら大丈夫か。え、ドローン？誰もいません。誰もいませんよ。テイクダウン。犬に罪はない。この犬もテイクダウン。で、餌ゲット。あ、まあ、さあ、まだスーパーソルジャーがいるな。あー、たくさんいるな。どうしましょう。あー、こっち来てる。え、あ、バレた。え、待って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 、ちょっと待って、これはまずい。助けて。あー、やばい。あー、やめてやめてやめて、めっちゃいるよ。直し、はい、いけるか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 、いけなさそうだ。ダメだこれは。あ、こっからか。あれ、しょっぱな結構難易度高くないかこれ。結構敵が密集してるんだな。オッケー、じゃあちょっと、キリが悪いけど今回ここまでにしようかな。ちょっと、しょっぱな結構難易度が高そうなので、次回もちょっと頑張っていきたいと思います。じゃあ、今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。